劇場版ナイトメアフレーム弱すぎる性能弱戦、通称ハシュベスの戸惑いは、 WHA の名誉顧問であるナナリーがテロリストに拉致された事件、ゼロレクイエム後1年間続いた平和を打ち破ったことや、ナナリーに付き添っていたゼロマデモが消息不明となったことから世界中の注目を浴びた。後にルルーシュは復活を果たし、ナナリー奪還のためジルクスタン王国と対決する。しかしその戦いで投入されたナイトメアフレームは最新鋭のはずが、なんとも微妙な性能だった。決壊品ランスロット・シンは共同兵器としての原点回帰を開発コンセプトとしており、特殊な装備や機能を追加するのではなく、ランスロットタイプの基本設計をより改良、発展化した。それに伴い、各種武装は高出力化及び小型化の両立に成功している。一方で、グレント駆式は、全形態である聖天八極式に比べると、かなりトゲトゲしく、ごついマッシブなシルエットとなり、装甲色もやや濃い赤色に改められ、ウワンは副射推進型自在可動優先式鉄鋼砲撃ウワン部となり、攻撃性能も強化された。ランスロット神、グレント駆式どちらの機体も、全形態より大幅にパワーアップしており、スザクとカレンが乗れば勝るものはない。しかし、この価値格機体には、とんでもない打足が装備されており、苦戦を強いられることになる。その名も、フレームコート。シャンティが開発していたナイトメアフレーム用装備で、コートの名の通り、ナイトメアフレームが着込むようにして装着する巨大な増加装甲。強固な装甲とブレイズルミナス、巨大なエナジーウィング、そして各攻撃兵装の圧倒的火力によって、敵部隊を一方的に攻撃することに主眼を置いた代物だが、見た目通り、ナイトメアフレーム元来の運動性能を殺してしまうため、機動力や防御力の高い敵を相手にすると、自利品になってしまうという欠陥がある。ランスロット仕様のホワイトファングは、ジルクスタン王国のゲドバッカ部隊と戦車部隊を一掃していたが、シャリオのナギドシュメインに吸収されて、その機動性の悪さから苦戦したスザクは、ホワイトファングを切り離して、対ナイトメアモードのランスロット神へと切り替えた。グレント駆式のフレームコート、火炎光背も、大型化の弊害により、グレント駆式の機動性を大幅に下げてしまった上、同じ大型機相手の接近戦もしづらくなっており、使用したカレンも、殴り合いに向いていないとこぼしている。シャムナのギアスによって、二度目の巻き戻り以降は、進行ルート上に配置されていた、ビトゥル操るバタラランドゥの奇襲に遭遇する。機体特性や相手との相性の悪さ、作戦での役割もあって、防戦に徹していたが、ルルーシュから、作戦目標、ナナリー奪還達成の連絡を受けたカレンの現場判断によって火炎光背はパージされ、バタラランドゥの攻撃で爆散した。役立たず。マホロバは、初代ゼロであるルルーシュの搭乗機だった蜃気楼のデータを流用しつつも、指揮管制ではなく、直接戦闘を得意とするスザクに合わせて開発された。カラーリングと頭部形状が異なる、1式とゼロ式の2機が存在する。マホロバゼロ式は、カラーリングも蜃気楼に近かったことから、絶対守護領域を駆使して戦うことが期待されたが、ナナリー救出の速攻作戦ゆえに、オリジナルほどの性能に戻す時間が足らず、武装は、両肩部に内蔵した対人機銃と脚部のスラッシュハーケンのみに止まっている。一時的にゼロに戻ったルルーシュの蒸気として、グラルバード攻略戦の指揮にあたり、短期で、神殿への突入を果たした。ところが、シャムナのギアスによる予言で、作戦自体が先読みされてしまい、ゼロ式が短期でいたところを、ジルクスタン軍の集中砲火にさらされ、頭部をはじめ、機体各部を破壊され撃墜されてしまう。マホロバ1式は、ゼロ専用機として、ラクシャータたちが開発したナイトメアフレーム。ゼロにふさわしい機体として、蜃気楼をモデルにしており、装甲がゼロスーツをイメージした紫と金であることを除けば、その外観は蜃気楼に酷似している。作中では、
ハシュメスで、ゼロ、スザクが乗り込むが、もともと儀礼用として持ち込まれたもので、武装は、オロカフロートすら回路が切られており、儀礼用の剣と膝のスラッシュハーケンしか使えず、その上、3度ボードなしの砂漠戦を強いられ、前線するものの、予言の罠により、ゼロとモノも露獲されてしまい、ナナリーもさらわれてしまった。このように、ゼロの後継機というには、悲しいほど役に立っておらず、不遇な機体である。実はカレンが、ゲドバッカは、復活のルルーシュでのいわゆる、やられメカ。ジルクスタン王国で運用されている主力量産機で、目を引くのが下半身であり、二足歩行ではなく前後に伸びた四脚によって機体を支える形になっている。待機時には、脚部を半分に折り曲げるように変形させて機体スペースを狭めることができる。しかし、構造上コクピット内部はかなり手狭になっており、設置されている三面ペリスコープモニターもサイズが小さく、外部視認性は極端に低い。劇中では、嘆きの大監獄で、シェスタール率いる部隊の機体が多数登場し、大監獄になだれ込んでくるが、ルルーシュの策にはまって内部に引き込まれ、そこに、サクラダイトの大爆発を受けて一網打尽にされた。続くグラルマーの襲撃時には、ルルーシュのギアスで操られた反乱部隊が使用したほか、ギムスーラ高原へ展開した迎撃部隊が、フレームコート装備のランスロット神のプラズマニードルキャノンで殲滅されてしまう。しかしながら、この機体、二足歩行型に比べると、瞬発的な運動性能はやや劣るが、走行速度はかなりのもので、パイロット次第では速度を維持したまま、機体をコマのように高速回転させながら、同時にキャノン砲を連射しつつ直進するといった極限じみた動きも可能。さらによく見ると、上半身を含め、前後の外観が全く同じになっており、ボディの前後には、球体型のセンサーユニットが一機ずつ配置されている。これは、背後の敵にも迅速に対応するためのもので、腕部の向きを変えるだけで、簡単に、機体の前後を入れ替えることができる。このため、見た目以上の機動性と対応力があり、砲撃戦から格闘戦までこなせる性能を持つ。カレンは視認性が悪いと酷評しているが、実は VR ゴーグルの存在に気づかないまま操縦していただけであり、同じやられメカにして、ナイトメアフレームのスタンダードと言われているサザーランドに勝利することも可能である。複座型の理由。月光ウェイは、ラクシャータと彼女が集めた天才児たちの私設団体パールパーティーによって開発された蜃気楼の次世代機となる大型ナイトメアフレームで、ガウェイン同様の複座式であり、隠密、索敵、電子戦に特化した指揮管制機能を有している。機体の船周囲にブレイズルミナスを展開できるほか、可変機構を持ち、通常時を含めた3形態に変形が可能で、頭部を機体内部に収納し、身を守りつつ索敵に徹するイージスモード、下半身を展開した三脚モードの3つがある。劇中ではイージスモードを使用していた。とはいえ、この機体、実はジルクスタン戦では前線に出ることが想定しておらず、未完成のため脚部がなく、機体制御のためにガウェイン同様の複座型になっている。もはや、前作でのルルーシュ出撃からの速攻撃沈からの嫁キャラである C2 が助けてくれるという毎度のパターンをオマージュして、さらに欲張って人気だった嫁との複座型も復活させたいという制作スタッフ側の欲望を感じたのはウプ主だけじゃないはず。マホロバが超弱かった理由はこれが原因かも。未完成ということもあって、この機体が何か活躍したかと聞かれると特に目立ったことはしていない。ちなみに、本作が参戦したスーパーロボット対戦サーティーには、完成型であるゲッコンウェイ水が登場している。ガウェイン、蜃気楼の流れを組む機体で、電子専用だったゲッコンウェイを、ルルーシュが最前線でも戦えるよう、大型ナイトメアフレームの技術を転用した脚部や統合打撃装甲機計画で得られた技術を盛り込んだ武装を搭載して完成した。最後まで見ていただき、
ありがとうございました。もしよろしければ、こちらの動画もよろしくお願いします。